シナリオライターだもの、やっぱりシナリオが一番肝心なところだなと思ったからね。松山市北条出身、脚本家早坂明、吉永小百合主演夢千代日記、桃井かおり主演花遍路、その他天下御免、ダウンタウンヒーローズなど1000本を超える映画やドラマの脚本小説を手掛けました。シナリオライターだもの、やっぱりシナリオが一番肝心なとこだなと思ったからね。シナリオが最初にあってね、監督やら役者とかね、だから昔から言われてるように一筋二抜け三役者っていうふうに言われて、最初はストーリーが一番大事なんだと。ストーリーということはシナリオですよね。ね、一筋二抜け、二抜けっていうのは、抜けっていうのはきれいに取るということで、これは監督ですわな。一番シナリオが一番大事なわけですね。それは言いたいこといっぱいありますわな。言いたいこといっぱいあるでしょ、うん、広島のこと、原爆のこともあるし、こんな国ないですよ。2発も原爆を落とされてね、それでもまだ生きてるわけです。生きていかなきゃいけないわけですよ。そうすると、そういう国、民族が、日本人が言わねばいけないことっていうのは山ほどあるわけですよ。